告予の予告を覗いてみよう。あなたの頑張るの相棒に世界を前向きにする文具。ねえねえ、受験の時のお守りみたいな文具ってあった？あったあった。受験生の頃のノートとか未だに捨てずに取っておいてあるよ。わかるな。そういえば作家さんとか芸人さんってノートのネタ帳をずっと取っておくイメージあるよね。確かに文具っていろんな人を支えているんだね。日本だけじゃなくて世界の頑張る人を支えるために、国与ではスタディウィズ国与という SNS アカウントを立ち上げたんだって。なるほど。文具を通じて応援したい人は世界中にいるってことなんだ。 SNS で文具を世界に広めるお仕事をしているのが植松さん。お話を聞いてみよう。学生から大人の方々まで幅広い方々がいらっしゃるなというのが、昨年やったポップアップショップや立ち上げた SNS で分かってきました。たくさんの方々が国用の文房具のクオリティは高いって言ってくださったり、あと勉強のモチベーションが上がるとか、ジャーナリングや仕事が楽しくなるみたいなコメントをいただいています。ただ文房具ファンっていう方々は世界にたくさんいらっしゃるんですけれど、国用の文房具ファンの皆さんというのはまだまだ少ないので、その方々を増やしていきたいと思っています。今海外オリジナルで文具を作っているのが中国、ベトナム、インドなんですが、特に中国、ベトナムに関してはその地の学生の皆さんが勉強がしやすいようなで楽しくなるような仕様とデザインを見極めて作っています。例えば上海のアパレルブランドとコラボして、とても可愛いデザインのノートやバインダー、ドットライナーや、ボールペンを発売しています。2つあります。一つは大変な勉強を一緒に乗り越えられるような相棒のような文具を世界中に届けること。もう一つは、私はエンターテインメント、映画や音楽、漫画、お笑いが好きなんですが、それらを作り上げる、原点の一つにノートとペンがあると思っています。アマチュアからプロまで、そのようなエンターテインメントを作り上げる方々を文具を通して支えていきたいと思っています。私の予告は、世界が爆笑するノートとペンを届けます。